ロス・ヤングスはアメリカ合衆国テキサス州シャイナー出身のプロ野球選手。ニックネームはペップ。1917年20歳でニューヨークジャイアンツと契約しデビュー。2年目から打率3割を超えレギュラーウィとして定着する。ヤングスの実動は10年間だが毎年安定した外野守備と打撃成績を残した。 打率3割を切ったのは1年だけで、ジャイアンツがリーグを4連覇する1921年頃からは、年間100得点以上をマークするようになる。1923年には、リーグ最多の121得点を挙げた。当時ジャイアンツを率いていた、ジョン・マグローは、ヤングスの攻撃的な姿勢を、今まで見た中で一番素晴らしい外野手だと高く、評価していた。 マグローの執務室の机には常に2枚の選手の写真が飾ってあり、カズとはクリスティマ・シューソン、もう一人はヤングスだったという。1926年に腎臓病を患い、シーズン途中から欠場。翌1927年にサンアントニオで30歳で死去した。1972年、ベテランズ委員会がアメリカ野球伝道入り選手に選出した。 選出にあたっては、当時ベテランズ委員会で強い影響力を持っていたフランキー・フリッシュの意向が働いたのではないかとも言われている。ありがとうございます。